イエスデルは、モンゴルの、第18代皇帝。チンギスカンの孫で、兄クビライと定位を争ったアリクブ家の後営にあたる。第17代皇帝のウスハルハーンを惜しぎして、クビライの王党を一時的に断絶させ、北元時代をもたらしたことで知られる。モンゴル皇帝としての称号は、ジョリクト・ハーン。ただし、ジョリグト・ハーンという称号はモンゴル語資料のみに記され、 名実録などの漢文資料ではナりハや、鉄字、ザハルナーマなどのペルシア語資料では、とそれぞれ表記されている。イエスデルの出字については、不明な点が多いが、解約後に、アリクブ家の子孫の代用イエスデルとあることから、チンギスカンの罰子、トゥルイの罰子たるアリクブ家の公営であったことが、確認される。アリクブ家は、第四代皇帝、モン家の死後に定位をめぐって、 兄の首来と争い敗れたものの、その一族は、イエスデルに至るまで、モンゴル高原の西部に勢力を有していた。1388年、高原東部のホロンボイル地方、ブイルノールで、ウスハルハーンが、民の将軍アクアマリンに大敗するという大事件が、起こった。これを後期と見たイエスデルはハーンに対する反乱を起こし、西方のカラコルムを目指して、 わずか十六機で落ち延びていたトグステムルをトーラ側の下半で突如襲撃した。ハーンはわずかな従者と共に逃げ延びたが、イエスデルはさらにホルフダスンダイオーラを派遣して、これを捕らえた。イエスデルはトグステムルを首り殺すと、自らハーンに即位し、先祖アリクブ家がトグステムルの先祖クビライとハーンを争った内戦以来百数十年ぶりにアリクブ家家に、 ハーニーを取り戻した。なお、解約後によるとこの時、アリクブケを支援したのは、定位継承戦争の頃より、アリクブケと縁の深いオイラト部族であった。イエスデルがハーンに即位した頃には、民との度重なる敗北と内紛のために北元は、大幅に後退し、多くの王族や貴族が民に降ってしまっていた。1389年4月にはかつてウスハルハーンの、 側近であったヌケレーとシレムンは、明長に降って、それぞれ全英守るの長官とされ、さらに翌5月には、オッチ銀家の末裔、アジャシュリも明長に振りその勢力は、ウリアンハイサンエイの名を与えられた。このような事態に対し、イエスデルは、ハイカのアンダ・ナガチュを派遣することで、自らの支配権を東方に拡大しようと試みた。アンダ・ナガチュはオノンまで進出して、 明朝に降ったモンゴル人と密かに接触し、同年8月には、シレムーンが共に明朝に降ったネケレイを殺して背き、アンダ・ナガチュの下に逃れた。このような事態に対し、明朝の側では1392年に宗教を派遣して、オノンガヒンガン山脈一帯のアンダ・ナガチュを呼び、イエスデルに従う勢力を討伐させている。イエスデルの知性において、 最も特筆すべき事件は、クビライ家の統治に不満を持つモンゴル公元政法の四部族、すなわち、オイラト部族、ケレートの末裔ケレヌート、内マンの末裔チョロース、バルグトショブがイエスデルをいただいて、後世四オイラトと呼ばれる部族連合を結成したことであった。イエスデルが、ハーミーを散脱してから間もない1391年に、 没するとその息子エンケがハーンとして即位したが、この頃には度重なる混乱によって、ハーンの権威は失墜し、豪廃単位やオゲチハシハといったオイラト部族連合の指導者に実権は奪われていった。エンケハーン以後はこれらオイラト部族連合の指導者同士の争いも多発し、さらにこの隙をついて、東方ではウスハルハーンの威信たちがオゴデウ家のオルクテムルをいただいて、 モンゴルを復興したため、モンゴル高原の混乱は深まった。一方、イエスデルによりクビライ家のハーンが立たれたことから民は、大元ウルスが断絶したものと捉え、オイラト部族連合のことを、わら、東方の復興したモンゴル部族連合を奪艦と呼び、決して、元、奪艦とは呼称しなかった。ただし、オイラト部族連合から出たエセンハーン、 モンゴル部族連合から出たダヤンハーンはそれぞれ大元のハーンを自称しており、モンゴル人の自意識としては、イエスデルイゴム大元、大モンゴルウルスは存続していたと考えていた。イエスデルと、その後継者エンケの知性は17世紀以降に、編纂されるようになった多くのモンゴル年代記の中で、最も情報が錯綜している箇所である。まず、モンゴル年代記の中で最も著名な、 エルデニーントブチは、ウスハルハーンの没後に、エンケジョリクトハーンなる人物が1389年から1392年にかけて在位し、その後、エルベクハーンが1393年から1399年まで在位していたとする。一方、18世紀に入ってから編纂されたガンガインウルソハルでは、猛虎源流とは全く異なる記述をしており、 ジョリクト・ハーンが1389年から1391年、エンケ・エルベク・ハーンが1392年定中に在位していたとする。最後に、最も早期に編纂されたとみられる。アルタント・ブチは、ジョリクト・ハーン、エンケ・ハーン、エルベク・ハーンという3人のハーンが立ったとし、それぞれの在位年代を1388年から1391年。 1391年から1394年、1394年から1399年とする。このようなモンゴル年代期の情報の混乱を正しうるのが同時代にティムール朝で編纂されたペルシア語史書である。ティムール朝で編纂されたザハルナーマなどの史書は一致してウスハルハーンの後という三人のハーンが立ったとする。アジューター、アンカー、 アルヤックは明らかに、イエスデル、エンケ、エルベクを指し、このようなペルシア語詩書の記録はこれら三名を別人と、する、アルタンとブーチの記述が、最も正しいことを立証する。また、明朝で編纂された、漢文資料では、エンケ、エルベクの知性について、全く言及しないが、明実録には、あゆるダラからクンテムルに至るまで、ハーンはおよそ六台、という記述がある。 これも、アユルシリダラ、トグス、テムル、イエスデル、エンケ、ハーン、エルベクハーン、クンテムルハーンと数えると、ちょうど六代となり、ジョリクト、エンケ、エルベクをそれぞれ別人とする、アルタントブチ、ザファルナーマの記述の正しさを裏付ける。なお、モー源流のみは、エンケジョリクトハーンの血縁関係について、言及しており、ウスハルハーンの息子で、 エルベク・ハーンとハルグチュク・ドゥーレンティムル・ホン・タの兄であったとする。しかし、同時代に編纂された解約語で、アリクブ家の末裔と明記されるジョリクトが、クビライ直系のウスハル・ハーンの息子であるわけがなく、この系図ははなはだ疑わしいものである。また、ハルグチュクの後衛にあたる大寸、ハーン、ダヤン・ハーンらはいずれも、クビライ家の末裔を称しており、 ハルグチクとの兄弟関係も疑わしい。ありがとうございます。